総工地区は、滋賀県高島市にある、地区名で、行政区画では、高島市新旭町旭の一部。旭区と張港区にまたがる旧道に面した、東西300メートル、南北100メートルの範囲。かつては、独立した村であったが、明治11年12月に近隣四河村と合併して、高島朝旭村となって、以来、行政上の地名としては消滅している。 ハリコ集落とともに、高島市ハリコ総工の水辺景観として、文化財保護法の重要文化的景観に、選定されている。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の、構成文化財として、日本遺産に認定される。ハリコ集落の街並み、路地は、ハリコ大川の蛇行や、湧水の流れに沿ったため入り組んだ様相を呈するが、 走行集落は、西大見路から、不幸図集落へ伸びる旧道と、並行するハリエ大川上流水路に沿った、東西一直線の配置となっている。表通りに面した走行集落は、昭屋、米中街、倉本などが暮らし、寺院も複数置かれたのに対し、通りから外れたハリコーは、古作人の集落であった。走行集落には、ハリコー集落の手前で、 ハリコ大川の水量を調整する水弁便が設けられ、水利権を有していた。ハリコ集落の川端は、総合集落にも見られるが、王子の住民の身分の違いから総じて大きな作りとされる。JR 湖西線新旭日駅下車、徒歩で約10分。ありがとうございます。